5分でわかる近代現代文勉強法。どうも、まなみずの矢沢です。この動画では近代の現代文で8割取るための勉強法をお伝えしていきます。まずこの動画の構成についてです。まず最初に近代の現代文の基本情報をお伝えして、その後近代現代文の2つの特徴についてお話していきます。最後にそれらを踏まえておすすめの参考書ルートをお伝えしていきます。それではまず最初にですね、基本情報です。近代の現代文は形式は全問マーク形式になっていて、時間が古文と合わせて60分です。問題数が古文と合わせて大問3題なんで、現代文2題と古文1題っていう構成になってます。目標点数が国語100点のうちの75点、つまり現代文と古文で25点落としていいんですけど、現代文70点のうちの15点、つまりね、55点を目標点数としてほしいと思います。続いて大問ごとの詳細にいきます。大問1が主に評論文、大問2が古文、大問3が主に随筆。小問数は1番から主に13題8題8題っていう構成が多いです。で、目標時間と配点なんですけど、配点は40、30、30になってるわけですね。それにもかかわらず目標時間は20、20、20っていう風になってます。これをできるだけ推奨していて、なぜかというと、この評論古文随筆の中で基本的に訓練することによって時間を短縮できるのってやっぱり評論文なんですよね。なんで結構時間厳しいんですけど、評論文20分で解けるようにして古文と随筆にしっかりと20分確保する。で、それで60分で回答しきるっていうのが目標になってくるんじゃないかなと思います。続いて2つの特徴に行きましょう。特徴の1つ目はですね、文章が難解ということです。同偏差値帯の他の大学と比べてですね、結構文章で取り扱われるテーマが難しくて、それを攻略するためには語彙力と論理的読解力、論理的回答力、これが必須になってきます。で、近畿大学の現代文でありがたいのは、もう知ってたら解けるっていう問題も出てくるので、やっぱりそこの知識の拡充っていうのはしっかりやっていきましょう。もう一つですね、誤りの回答が明確でない場合があります。ほとんどの受験生消去法で解いていきたくなっちゃうんですけど、近畿大学の場合積極法でやった方がいい問題もあるということは一つ覚えておいてください。二つ目の特徴がスピードが大事ということです。大問3題を60分で解くっていうのは結構できる子でも難しいわけですよね。まあ、その中でポイントになってくるのは、やっぱり評論文の時間をいかに抑えるかっていうところになってくるんで、しっかりと訓練をして20分で評論文を解ききれるようにする、この訓練ができるとですね、近代の現代文は非常に楽になってきます。それではここまでの内容を踏まえておすすめの参考書ルートを紹介していきます。まず漢字語彙と論理的な読み書きと過去問っていう流れにしてるんですけど、漢字語彙、この知識系に関してはもう漢字マスター1800プラス、もうこれだけで大丈夫です。で、論理的な読み書きに関しては、新現代文レベル別問題集の超基礎編から中級編、この4冊をやってください。あとは過去問演習をして自分の取りたい点数に近づいていってるかっていうのを確認していくだけで大丈夫でしょう。はい、ここからね、具体的にお話ししていきたいと思います。まず知識系のこの漢字語彙系の問題が大問1で近畿大学5題出題されます。で、この漢字マスター1800、1冊完璧になってれば、ここの5題っていうのは満点必ず取っていけるんで、もう本当にここの知識系の問題で落とすのはめちゃくちゃもったいないんで、しっかりと覚え切ってここの5問っていうのは死守するようにしてください。で、漢字で点数を取るためだけに勉強するんではなくて、読解にも活かせるように、例えば二字熟語の意味とかっていうのもしっかりとここで覚え切っていくと、読解の演習をするときに非常に役に立つので、漢字だけじゃなくてその意味まできちんとね、理解できるように覚えていきましょう。はい、現代文でですね、もう紙参考書が最近出たんですけど、はい、こちらのですね、東進の新レベル別現代文はですね、もう本当にレベル別問題集の中でも、もうめちゃくちゃ名著で、この4冊だけでしっかりと近畿大学に対応できる現代文の力がつきます。断言します。で、もちろん現代文って問題演習をやるだけじゃなくて、読める人たち、解ける人たち、つまり予備校の先生とかですね、その先生たちがどういう風に本文を着目して、どういう風に設問にアプローチしていくのかっていうのを学んで、それが実際自分でできるようになって初めて点数が伸びるんですよね。そのためにこの4冊で絶対に学んでほしいのが、読み方の原理原則を学ぶっていうのと、論理的な回答の手順を学ぶということです。あとはちらほらこの問題集の中に小説とか随筆っていうのが散りばめられてるんで、そこら辺もですね、近畿大学は大問3で取り扱われる場合があるので、きちんと、飛ばさずにやるようにしてください。よくね、小説随筆の対策どうしたらいいんですかって聞かれるんですけど、近畿大学で出るその随筆のレベルのことを考えると、この新レベル別現代文をきちんとこなすことができれば十分対応できる力がつくので、それ以上やりきらなくていいかなというふうに思います。それ以上
上やっちゃうとね、時間に対して点数返ってくるリターンがね、あんまりちょっとコスパ合わないかなっていうふうに僕は思います。はい、それではね、おすすめ参考書ルートを最後にまとめて終わりにしましょう。まず漢字語彙は漢字マスター1800をやってください。で、新レベル別現代文でレベル1から2、3、4とやって、あとは過去問をやって、自分の取りたい点数現代文70点の中で55点ですね。それを目指して過去問演習をしていくという形です。ぜひこの動画を参考にしてね、近代現代文で8割取れるようにね、頑張ってみてください。それではこの動画をここまでにしたいと思います。ありがとうございました。この動画ではね、みんなが見れるように一般的なことを話しました。マナビズムは近代の公募や一般入試に向けて、今の君の現状から逆算して最短のスケジュールを立てて、その遂行をサポートする塾です。この動画を見てね、自分用に、そして近畿大学用にカスタマイズされた勉強計画を作ってほしいという場合はですね、マナビズムの無料受験相談にぜひ参加してください。各校舎で申し込み受け付けていますし、オンラインだったら全国から申し込み可能です。